どうも、私浅野探偵がちょっとあの夕日を見ながら、語りたいと思いますが、見てください、綺麗な夕日がこうね沈もうとしておりますけど、なんか夕日といえば何を思い出しますか皆さん。やはり晩御飯でしょう。あの夕日が沈む頃にね、夕焼け焼けの赤とんぼね、このトンボの歌ですかね、なんとなくそういう歌を思い出しながら、お母ちゃんが早く帰っといで、ご飯やで、もう早食べな、ほっとくでって言われながら、まあ、みんなでじゃあほなまた明日言ってバラバラにこうなって、で家帰って、そして、よく家族でご飯を食べたことを思い出しますけど、皆さんはどうですか、ね、思い出しませんか。夕日ってなんかあの物悲しいというか、寂しいというか、またあなんていうかこう考えさせる、とってもなんかホッとする気もするし、そしてまあ今のこの我々のこの年になったら、なんかまあふるさとを思い出したり。小学校6年の時に高知県から大阪に出てきた時、大阪の空き地で、みんなと遊んでいる時、まあ、ちょうど夕日がね沈む頃にみんなバラバラで帰ろうかーって、なんとなくそういう気を思い出しますね。またあの夕日も今日を沈んで、そしてまた明日で出てきて、でまた同じとこへ沈んでいくわけですよ。それの繰り返しです。まあ、僕も、このまあ多分夕日と一緒と思うんですよ。夕日もまあ綺麗に出ようと思ってても雲に邪魔されたりとか、雨が降って、出れない時もあるし、一緒やと思うんです、まあ、僕らと、まあ、エオラスでこうして毎日同じようなことをやってるんですけど、まあ、雨が降って嵐になり、海もすごい荒れてうねって、大変な状況になったりとか、それと一緒と思うんですよ。だからまあ僕らも夕日かな、僕も夕日かな、いいですね、はい、レポーターのさよならね。